はい、皆さん、こんにちは。リッキー社長です。今回はですね、まあ今ですね、2024年に入ってからですね、ほぼ毎日のように様々なことが起きていたりとか、そのそれぞれにですね、いろいろな疑惑もですね、生じているようなところかなと思うんですけれども、 今回もですね、また例のアレ関連で、いろいろな、ね、ことが今世界ではですね、えー、様々な情報も出てきていますし、佐、ま、読、あ、付きのですね、論文としてもいろいろなね、えー、ことが出てきているということで、今回もですね、まあ、それらに関するところのね、えー、ちょっと激ヤバなんですね、お話をしていくのとともに、あとはですね、えー、日本の今岸田政権というか、もう岸田首相がですね、だんだんね、なんかこう目が行っちゃってるというか、 だからまるで別人のようにですね、どんどん変わってきたなというところでですね、まあ非常にね、えー、まあとんでもない。 まあふざけたですね、政策をですね、打ち出し続けているということで、まあ、その辺に関するところですね、お話もしていきたいというふうに思いますので、ぜひ最後までご視聴いただければと思います。でここでちょっと一つですね、告知なんですけれども、僕のですね、リッキー社長公式 LINE をですね、新たに開設しました。まあ、なので、そちらの方をですね、概要欄の方に貼り付けておいてありますので、そちらのですね、LINE の方では、これから LINE 登録者限定のですね、今までとは違う感じのですね、動画とかも載せていきたいというふうに思っております。 のでぜひ、えー、よかったらですね、皆さん概要欄の方に、ね、URL 貼り付けておいてありますので、そちらの方からフォローと追加など、えー、ぜひよろしくお願いいたします。 というわけで本編の方に入っていきたいと思うんですが、まず最初にですね、これがですね、まあ、岸田政権にね、変わってからですね、LGBT 理解増進法がですね、もうめちゃくちゃなね、スピードでですね、たった1日のですね、えー、審査っていうところですね、審議で、えー、まあ、もう世に出されたというかですね、可決されたわけですけれども、そのね、えー、効果がですね、今まさにね、じわじわと出てきているということで、それこそ、あのー、まあ、結構ね、全国各地で、まあ、変態どもがですね、えー、まあ、こう、女性用のね、公衆、えー、浴場とかね、そういったところ 侵入しているような事件が増えていたりもするし、あとはまあ公衆トイレとかね、そういったところの侵入っていうのも増えてきているで、そして逮捕も増えてきている段階なんですけれども、今度はですね、なんとあの岡山家庭裁判所の方がですね、なんとですね、手術なしでも、 性別変更を認めるっていうね、ことを言い始めたということでですね、これバカすぎんすかっていうね、話だと思うんですよね。いや、もうありえないでしょっていうね、ところだと思いますし、で、この理論になってくると、僕、とうとう厚労省、まあ、稲田智美さんが言っていた厚労省の意見が、もう全く、あの、通らなくなってくるというかですね、えー、ま、言ってしまえばね、あの、 先ほど言ったような感じで、まあ、全国各地でですね、ま、いろいろなことが起きているというところで、まあ、稲田さんの方にですね、まあ、もちろんね、あの、まあ、こういろんなね、問いかけがね、飛んできたわけですけども、それに対して、まあ、厚労省とかそういったところでは、まあ、結局、ま、判断基準としては体の、 まあ、その、まあ、機能とかね。まあ、そういった部分で、まあ、決定しているというところで、まあ、今まで通り犯罪者は捕まえるということをですね、まあ、すげえギュギュッとまとめるとですね、そんな感じで言ってたわけなんですけど、この手術なしでも性別変更を認めてしまったら、その理論が通らなくなってくるわけですよね。手術なしでも性別変更ができるっていう状態って、これも、それこそは海外ではですね、もう悪夢のようなね、形でですね、もうめちゃくちゃなことがいっぱい起きてたりとかもするわけじゃないですか。 ね、まして、とんでもない、ね、犯罪者がです、ねまあ、男性ですけど、そい,そいつがです、ね、刑務所に収容された後自分は女だとかで訴え始めたら、なんと国民の、ね、税金を使って性転換手術をして、助手刑務所に送られて、えーまあ、その後ですね、またその中でもやりたい放題みたいな、ね、感じになったりとか、あとは釈放がです、ね、めちゃくちゃ早く終わったりとか、みたいな、ね、すげえ意味わかんないことが、ね、いっぱい起きてるんですよね。 もうだからそういった形で、ね、考えていくと、本当岸田政権ってもう極左政権というか、ですねあのそういった <laughs> 政策ばかりをです、ね、打ち出しているなという印象ですし、もうこれはもう完全な国家破壊ですよね。あの他の国から見てもだ,だと思うんですけど、他の国見ててもね、前例的な部分を見てても、まあ、そういったことがです、ね、もう分かりきった状態でこういったことをやってるわけですから、もうやつらはもう完全にもう日本国民のことなんて <laughs>。 もう日本国民のねことなんて一切考えてないですし、もうそもそもですね、何かを良くしようとかそういう脳みそでもない。結局自分たちの まあまああれでしょうね。あの総理をまあ退任したりとかした後のキャリアというかですね。あのー、まあそういった様々な保障をね受けるためのまあ措置として今ね、こういったことをですね、私利私欲のために国民を苦しめているような形になっているのではないかなと思いますね。でまあそういったところでですね、もう一つね、えー、これはもう裏金系のふざけた話ですけど、なんと岸田首相がですね、自民党が2回、 あの、あのさんいると思うんですけど、二階さんへの2年、2年間で10億円渡していたことを認めるということで、これもとんでもなくないですか、マジで。5年でね、50億も渡してて、で、あの、確認するまでもなく適切に使われたことを確認しているみたいなね、こと言ったりとかしてましたけれども、あの、そもそも確認してないのに、あの、適切に使われたって何を寝ぼけたこと言っとんねんって話なわけじゃないですか。 はい。まあ、最近ね、あの、李法がですね、中国部位がね、あの、まあ、高波だったりとか、そういったものの影響で、なんか、沈没したかもしんないね、みたいなね、ことをね、ふわふわと言ってたりとかもするんですけど、なんか、日本の政治って、いつからこんなにクソ適当なね、あの、状態になったのかな、っていうね、えー、ところかなとも思いますし、まあ、そもそもこれで、あの、国民が納得するわけねえじゃんっていう話なわけですし、結局のところ、まあ、今、もう、もう、いろんな方がですね、もう気づいてるとは思うんですけど、もう完全に岸田さんって自分の意思でやってないですよね。 どう考えても。つか自分の意思でやってたらこんなクソみたいなことやんなくて済むと思うんですよね。でも多分おそらく何かしらの弱みを握られたりとかしていて、まあそれでね、言うこと聞いてる時点であれだなっていうところではあるんですけど、まあそれ以上に結局多分ね、このね、二階さんとかから多分、あの、まあこういう風に言えみたいなね、感じで立ってたりとかね、まあするのかなっていう風に思うところですし、50億円を あの、制作活動費に使うって、なかなかどうやったらそんなに使いきれるのっていう話ですし、きれいになくなるってどういう使い方したくなるのかっていうのはですね、まあ非常に知りたいところですし、まあそもそもですね、その、一個人に対して政策活動費をですね、そんだけ拠出するような、あの、形じゃないと、あの、政治活動ができないんだとしたら、他の政党でも同じレベルの金額になってたりとかもすると思いますし、 まあそもそもですね、あのその50億を投じた結果、じゃ国民に何の利益があったんだっていうね、ところから見ていくとですね、全くないんですよね。 どういった功績があるのかを本当に示してほしいなっていうふうに思うんですが、多分この件に関しては多分言い逃れさすがにできないと思うんですよね。まあ、もしくは何かしらまた違う別件のですね、ええー、ま、こう、なんていうの、問題というかですね、そういったもので報道でごまかしていったりとか、まあ、もしくは岸田首相が、多分おそらくもう近々ですね、辞めたりとかするような形になったりとかして、で、それで話を収束させていく、もうほぼ無理やりなね。 え、感じでやっていくような形にしていくんじゃないかなっていうのがね、だんだん最近見えてきてるなっていうふうに思いますね。で、そういったところで考えられるところで、まあ、これ、あの、岸田首相のねビ、ビデオメッセージ見た方も多いんじゃないかなと思うんですけど、これマジふざけんじゃねえよ、このクソメガネっていうね <laughs>、ところかなと思うんですけど、あの、まあ、内容をですね、まあ、こう、まあ、簡潔にまとめると、 日本人がですね、えーまあ、外国人とか、まあ、そういった、まあ、日本におけるマイノリティの人たちに対して不当な差別を行っているというようなですね、まあ、そういった民族であるかのような内容をです、ね、述べていて、まあ、そういったことはやめましょうみたいな、なんか謎なことを言ってるんですよね。そんなこと日本人やってますかっていうところですし、まあ、心当たりがあるとすれば、今のこの岸田政権に代わってからの外国人流入,入措置に対して、まあ、反対をね、あの投じているような、 え、方っていうのは多くいるんじゃないかな僕も含めてっていう感じなんですけど、それって別になんか、あの変なことじゃないというか、至極普通のことだと思うんですよね。普通に考えてね。まあ、そもそも海外でももうヨーロッパとかもそうですけど、移民の流入がやばすぎて、まあ、ニューヨークとかもそうですけど、あの、 一般市民というか、元々住んでいる現住民の人たちっていうんですかね。まあ、こう、そう、そういった人たちが被害をこむっていうような形になったりとか、まあ、それで、それと同時にですね、結局のところ、まあ、どの国でもそうなのかなって感じなんですけど、まあ、司法もそうですし、まあ、警察とかもそうですし、政治界隈とかもね、全部つながっているというところで、で、今現状ですね、どういった状態であるかっていうと、日本人よりもそういった外国人を優遇するような措置だったりとか、あとはそもそも、 ね、あの、納税もしてないし、保険料も支払ってないような奴らがめちゃくちゃいっぱいいるわけですよね。で、なんか最近になってなんかそういう人たちを、まあ強制送還するだ,だかなんだかみたいなね、話も出てきたりとかしてるんですけど、逆に今までその、そのまま野放しだったのかいっていうね、話ですし、んで、挙句の果てですね、そういった意見に対して言ってることかどうかわかんないですけど、首相自らがですね、こういったふざけたね、声明を出してくるっていうのはもうさすがに波腐ってるというか、あの、マジで、あの、 なんて言うのかなもう目の前で、国民の目の前で、もう、中指立ててんのと同じような感じなわけですよね。言ってしまう。この状況を、なんで、あの、なんて言うのかなこう、まあ、気づかない人が未だにいるのかっていうのが非常に不思議というか、どんだけですね、こう自分の人生考えてないのかっていうレベルのね、話になってくるのかなと思うんですけれども、これ本当にですね、もうこれ岸田首相は、ま、単純な感じで空鬱なわけですよ。マリオネットなわけですよね。 はい。だから、前に出て行ってるから、まあ、みんな、みんなね、この人に対して、まあ、わーっとね、行ったりとかしているような形なのかなと思うんですけど、まあ、それはそれで正しいと思う。で、それだけじゃなくて、多分、そのバックにいる、あの、もっと巨大なゴミどもが、本当にですね、あの、まあ、多すぎるというかですね、もうそこを、あの、寝出しにしない限りは、多分、この状況は変わんないなっていうふうに思いますし、そういった状況なのに、世界一ですね、国会議員とかの給料が、給与が高いのが日本ですからね。 その国会議員の給与めちゃくちゃ高い状態でさらに値上げてますからね、去年の段階で。えぐくないですかっていう話なわけですよで、それは一応ね、国庫に返納するとか言ってたけど、じゃあそれされたのかっていうと、国民のね、確かめようはないわけなんで、まあ結局のところ、闇の中っていうね、ところであるんですが、まあ非常にですね、あのこの2 0 2 0年に入ってからのですね、この日本のですね、政治家界隈の、まあクソさ加減の露呈の仕方というのがです、ね、非常にですね、拍車がかかってきてるなというふうに思うんですよね。 まあ、まだですね、あの、年始の状態でこの段階ですから、あの、多分これから先もっとヒートアップしていくんだろうなっていうふうに思いますし、もうもしかしたら日本で初めて、あの、ヨーロッパのフランスか、フランスと同じような規模感になったりとかするようなことも、まあ、なきにしもあらずなのかなというか、まあ、むしろね、どうなんですかね、もうや、ね、どう、まあ、これ言っちゃうとね、なんか赤晩食らいそうなんで言わないですけど、まあまあ、なかなかですね、ハードモードなね、状態なのかなとは思うんですけれども、 まあ皆さんはね、この辺についてどう思われますかね、ぜひよかったらご自身のご意見ねあの、コメント欄の方に書き込んでいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。で、次これ、例のアレ関連なんですが、もう今ですね、もうアメリカとかですね、他の国でもそうなんですけど、例のアレをやった後にですね、もうやっぱ心筋梗塞とか大動脈解離のその増加っていうのが、もうとんでもないことになってたりもするし、あの、 で、そうなってる人とかの年齢もめちゃくちゃ若いっていうことがですね、まあやはりね、こういろいろ言われてたりとかするわけなんですよね。で、まあさらにですね、<laughs> まあこう血栓のね、部分とかもそうですけれども、暴風処置をね、するような、あの、業者の人たちだったりとか、まあ様々なね、専門機関とかでもそうですけれども、やはりあり得ないレベルのですね、えー、まあ行血が起きてたりとかもすると。 え、いうことでですね、なぜ日本ではそういった情報が一切表に出てこないのかっていうのがですね、本当に不思議というか、あの、もうそこまで来るとですね、もう意図して誰かを、まあ、誤めてるとしか言いようがないようなね、状態だったりとかするわけなんで、これ非常に罪が重いというか、もはやもう、あの、行くとこまで行っちゃっていいレベルのね、あの、案件だと思うんですよね。 意味わかんなくないですかだって、そもそも国会議員とか、まあそもそもね、河、まあ、野さんとかね、その辺の人たちがどんどん進めてたわけじゃないですか。それの言うこと聞いて打って、じゃあ結局、ね、亡くなっちゃったりとかして遺族がいますっていう方がですね、そいつらに抗議するのなんて当たり前の話じゃないですか。なのに、そいつらブロックするんですよ。やばくないですかっていう。 話じゃないですか。で、そもそもなんか聞く力がどうとか言ってる岸田は役に立たないし、あの、そもそも聞く力を持っていない国会議員が多すぎる。ブロックすればいいみたいな、ね。あの、有権者をブロックするっていうね、あの、意味不明なね、ことをやるわけですね。税金で飯食ってるくせしてね。はい。だからそういったところで考えていくとね、本当に今の日本の状態っていうのは、他の国からしたらね、その、 なんていうのかなまあ、ん,うん、まあ、夜外歩けるとか、美味しいもの食べれるとか、食料がね、手に入るとか、タンパク質が手に入るとか、そういったレベル感で行ったりとかしたら、まあ、日本っていう国に生まれたっていう状態っていうのは非常にいろんなチャンスがあるとは思いますよ、さすがに。うん。他の国ではビジネスさえもダメっていうの国とかもあったりするわけなんでね。だからそういったところで言うと、まあ、あの、そういった部分に関しては恵まれてるのかなと思うところであるんですけど、それはそれ、これはこれの話で、日本人なのになんで他国の あの、何ていうのかな。こう、まあ、先進国というか、後進国みたいなね、ところの基準に合わせて考えなきゃいけないのかっていうのは、まず意味不明な、え、ところでですね、日本は日本でちゃんと発展していかないきゃいけないし、日本は日本でちゃんと日本人が豊かにならないといけないわけじゃないですか。何にもかかわらず、そういった、え、ことをしていくはずの、あの、政治家とかそういった連中がですね、全く違う方向を向いてですね、どん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 ね、あの、混沌の中に誘うようなね、え、形になっていってると。 いうところなわけですから、もうこの状況をひっくり返さない限り、本当に、うーん、まあこれからですね、マジで、あの、共産主義国家じゃないですけど、まあ社会主義国家というかですね、あの、そういった形にもうもっともっと変わっていくわけですよね。そうなった時に、あの、支配される、完全に支配される側、うん、支配されないっていうのは多分多くの方が無理だと思うんですけど、完璧に支配されちゃう側に自分を置くことになってしまうっていうね、ところも一つ問題なのかなというふうに思いますし、 まあやっぱりね、それぞれが自分の人生を、ね、生きるべきだなとは思いますよね。まあ、まあちょっとそれを話していくとね、あれなんですけれども、で、さらにですね、ま m, r, n, んがね、あったりとかすると思うんですけど、あの、それがですね、なんと、まぁ、あ、作読付きのですね、作読済みの,あの論文でですね、ネイチャーとかね、そういったところにもですね、いろいろね、掲載されるような形でですね、まあ、出てきているということで、ネイチャーにまでね、掲載するされるようになったかっていうね、ところであるんですけど、まあ、救われた人数よりも多くの死亡者を引き起こした可能性が非常に高いという、 と,いうところでですね <laughs> まあなかなかですねこれね本当に査読付きの査読済みの,あの論文と通常の論文って全く違うわけですよね論文ってまあ一個人でこうポッと出せるわけですけど査読済みってもうめちゃくちゃなプロフェッショナルがもう45人とかでこう読んでそれをあのあこれはあのちゃんと適した文章だねじゃないけどなんかそんな感じでねやるわけですよね。 いやそういったところで考えるとですね、査読済みの論文で出てくるって、もうこれもう覆しようがないレベルの話というか、あの、その複数人の専門家に対して、またじゃあ専門家が覆す理論を当てない限りは、これはもうあの覆らない形になるわけですけど、じゃあ日本とかもそうですけど、世界の保健機関とかもじゃあそういうふうにやってるかっていうとね、コミュニティノートみたいな感じでやってるかっていうと、やってないんですよね、別に。うん。じゃあどっちを信じるよってね、ところで言うとですね、えー、またそれもですね、まあ、おのの。 あれになってくるところであるんですけれども、もう打っちゃってる人も、やってない人もですね、もう、まあ、一つ言えることは、もう、いい加減、もう目、目をつむるのをやめないかっていうね、<laughs> ところかなと思うんですよね。多分ね、薄付きついてる人ってめちゃくちゃ多くなってきてると思うんですよね。でも自分がもうやっちゃってるから、もうどうしよう、これ、ね、家族にも勧めちゃってたしな、みたいなね、やつ、あの、いっぱいいると思うんですよね。で、それを方針に走るようなやついっぱいいると思うんですけど、もうそんなん関係なくて、そんなことやってたら、よりね、被害がねあの、でかくなるっていうね、ところになりますから、あの、 まあ一つね、勇気を持ってですね、まあ謝るでも何でもいいから、自分たちのね、そういったものをね、改善していくための方法をみんなでシェアしていくことが必要なのかなというふうに思っております。 ま,あまたですね、この辺に関してはね、本当にこれからですね、えーまあ、日本でね、生きていく上でですね、まあ、非常に必要なね、えー、知識にも、えー、なってくるのかなというふうに思いますんで、また僕の方からもね、発信していきたいというふうに思いますので、ぜひ皆さん今後ともこちらのチャンネルの方をよろしくお願いいたします。で、先ほど冒頭でもお話ししたんですけれども、まあ、こちらのね、チャンネルだったりとか、えー、こういったところでお話しできない内容だったりとか、あとは他のね、また別のね、ジャンルでもっとね、前向きに生きていけるようなですね、考え方とかに関する発信はですね、僕の運営している公式ラインの方でですね、 発信をしていきたいというふうに思っておりますで、そちらの URL は概要欄の方に貼り付けておいてありますので,でぜひ皆さん良かったらですねフォローと追加チャンネル登録グッドボタンの方よろしくお願いいたしますというわけで今回はこの辺で終わりにしたいと思いますそれでは皆さんバイバイ